こんにちは皆さん。今日は、このバッテリーを2ヶ月ぐらい使ってみたので、こちらの方のレビューしてみたいと思います。こちらですね、Amazon の、方で今売られている商品で、だいたいこのぐらいの値段で売ってるんですけど、これ実は普通の USB でここで充電できるのもあるんですけど、ソーラーパネルがついてるんですよ、ここに。でこれソーラーになってて、太陽が上がっているところに出して、これを充電することができるっていう、本当に画期的な商品で、あとすごい強い、耐久性がすごい強くて、ちょっと車とかそのバッグの中にポイって入れてても全然こうなんていうんですかね、耐久性が強いので、普通のやつだったらバッグって壊れたりすると思うんですけど、これめっちゃおすすめです。あとなんかここにストラップの紐が最初からついてました。なのでなんかキャンプとかに行く時とかにすごくいいなって思います。キャンプって大体充電するところがないと思うので。であとは懐中電灯にもこれになります。どこだっけな。横のボタンを2回押すとこのぐらい光って、3回押すとちょっと光が減る。4回でフラッシュ、5回で削除ですね。で5V2A のまあ普通のやつですね。16000mAh、3.7V のやつです。こちらバッテリーのご紹介でした。ぜひよかったら Amazon からチェックしてみてください。それではバイバイ。